近ペコーラされて外に出ることが多いペコだからさ、あれ買いました、猫カメラみたいなやつ携帯からねそのペットを見れるみたいな知ってる、カメラ。もう寂しくて今日とかも時々見てたん。今日もさ離れてるペコだからさ、そリビングにそのカメラ置いてさ、何やってるのかなと思って、そう見守りカメラ、そうそうそう、それ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 、見守りカメラを見てなんか、あ寝てるんだねとか、あなるほどねお母さんに甘えとるわとか、複雑な気持ちになりながら見てる。やっぱね外に出ることが多いとなんか気になって仕方なくてもう見ちゃうんだよ。そうでもね家に人がねいないとき大体寝てるね多分。ちょっと今ペコーラ見てみよう。あ今じっとしてるよ、じっと。そうペコーラさ、そのさシャワー浴びてる時もさ、ちょっと洗面所でさカメラ見たの、上がった後にもう可愛い扉の前でずっと待ってたの、うちの子何と思って、愛おしい、本当に待ってくれてんの、もう何なんだろう、どうすればいいの。でもなんかさこんなに可愛いとさ、ちょっとやっぱ好きな子にはさ意地悪したくなっちゃうべこじゃん。で結構うちの子ってか多分猫ちゃんみんなそうなのかわかんないべこだけど、多分自分を見てほしいんだろうね、自分自身を。なんか大体なんか横でゴロゴロする時でもペコーラとかマミーとか他のね家族の目線のところでやるの、その見えないところでなんかゴロゴロしないわけよ。んで、あれこれもしかして自分はここにいるアピールなんかなと思って、なんかペコーラちょっと意地悪心が出ちゃって、なんか見てないよみたいなふりすんの、全然そっち見ないよみたいな感じ言ったら、もうあえてこっちまた目の前ペコちゃんの視線顔がある方にタッ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 つってそこでストンって座んの。でさペコちゃんがそれで撫でたりしてさ、あーね遊ぼうよみたいにするとちょっとスンとすんのよ、ツンツンしてさ、なんかもういや今そういう気分じゃないよみたいな感じでサッサッサッっていくの。だからまたペコラがさ、じゃあそっちじゃなくて違う方見ようと思ったら、またなんかスタ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 ってペコちゃんがさ見てる方にストンってさ、何こいつクソ可愛いんですけどと思って、何なのこれと思って、やめてよ可愛いんだけどと思って、もうペコちゃんも頭おかしくなって、もう可愛いねって言って、もうギャブーンってやっちゃってる。それで嫌がってピュンって逃げるけど、もう可愛いかよこいつと思って、好きなのペコちゃんのこと好きなんだねっつって、なんか目に入れても痛くないってこのことなんだなってペコーラは思った。でもこれは痛くないわと、全然痛くないと思う。